はい、皆さんこんにちは、ピツオでございます。ヤクマン D ですね、続きやっていきましょう。前回はちょっとピーチさんにね、なんかうまくかっさらわれた感じがさせられましたね。さあ、ドラはリャンゾーですね。難しいな、これ。いや、でもね、そんなまでじゃないんだよね。ドラ絡めばね、まあ、中層からっていうのももちろんあったんですけども、あードラ引いたね。いやー、ここはアッシャーとチュンがあるからね、なんとか染めに持っていきたい。それかドラドラになるか。調理でこんな感じですと染めてるわけでもないね。ピンズがね、馬が高くなっちゃうというね。赤ションパイっていうのが気に入らん。これは流れるね。あー、ここでようやく1枚出た。やっとカンちゃん。
ウーアン持ってないし、私サンシャンテン、ウィリアンシャンテン、2、3、の3色狙いたい。やるんだったら三品のそばを引くのを待ちたい。でスーチャスね、あとは単品で、後付けトンドライチ。ピーチさん相変わらず強い。これはいいとこに来ました。あとはサンゾウーソもしくは三品ダイレクトで引っ張ってくるか。ああ、スズハブル。ああ、いいとこ引っ張った。さあ、これでいい射点。パッタけどここはリーチしません。ダマできます。スーピンローワンのシャボテン、あ、スソローローワンだよね、ごめんなさい。カウンソでもよかったけどね。はいはい、パンドライチ16ですね。そう、早めに落とします。聞いてなかったけどね。あー、これは通らんね。シャオテンか。あー、サンゾートペイのね。さあ、ドラはリャンワン。ここはマンズに持っていきたい。よし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 。オッケーオッケー、引っ張った。
さあ、買わせてくれ。よし。さあ、ビョンワン、ローワン。わあ、マジか。来たのが痛い。ドラスリーになっちゃう。あー、そっちか。はい、ペイの船ね、休めに振りました。ドラはパーワン一番よろしい。誰になるか。一番積もればでかい。わあ、そっち積もったか。カスタム今日はダメやね。うん。ということで、初のみね。さあ、ようやくやば。はい、ドラは3は2枚持ち。これはチャンス。してるんでね、あとはどう作っていくかだけ。マジで組み立てるの早いな。か、これはきつい。さあ、サブローはウパピン行けば。積もった場合は1万円で倍万でも足りんのか。ね、うん、なんとか2茶か。はい、ということで第2回戦はまたピーチさんね、コツコツを積み上げてましたね。まあ、これは逆転できるかな。ちょっとトラウマの残ってるからねあと4回戦頑張っていきたいと思います。では今日はここでお開きです。ありがとうございました。それではさよなら。